今日からメッセ名古屋が始まりました。会場には800近くの企業が集まっています。こちらのブースではその技術を実演が行われています。多くの方が足を止めています。19回目の開催となるメッセ名古屋、さまざまな分野の企業団体が最新の技術やサービスを紹介、交流を通じたビジネスチャンスの拡大が期待されています。会場の一角には東海3県に本社がある町工場のブースが並んでいます。ものづくりに強いこの地域の変わった技術が見たいという声が去年の来場者から寄せられたことがきっかけだったそうです。こちらはどういった機械なんでしょうか。これはですね、これロールケーキなんですけども、はい、奥から入れると、はい、こんな感じでラッピング。そうですね、お客さんに出す最終工程の、まあ、包装をする機械。初参加となる愛知県大治町の大竹製作所、普段は農業用の機械を作っていますが、全く違う食品用の機械を紹介しています。農家さんって年々少しずつ人が減ってきてですね、農業機械の売れ行きがちょっと減ってきてるっていうのがもう苦しい実情で、だそれ以外の、まあ、生産分野っていうのも広げていきたいなと。続いて向かったのは、今回初めて宇宙をテーマにした企画展も行われています。こちらには月着陸船の試作品が置かれています。キラキラ光ってますね。こちらは制約が多い宇宙食を味変してしまおうという装置。他にも、これ燃料なんですか。はい、人工衛星などの宇宙空間を移動する用のエンジンになります。旅館でお肉とか温めるときの、はい、そうですね、あの固形燃料のようじゃないですか。似てますね、はい、これ で宇宙飛べるんですか。はい、飛べます。ポリエチレンでできた人工衛星の燃料だそうです。さらにこちらはどういった模型になられるんですか。今我々の開発チームで、はい、月面に人が住み始める初期のベースキャンプを提案しているんです。この枕型の多面体の中に人が暮らすんですけれども。この中に人が入るようなイメージ。そうです、はい、東京大学で建築構造が専門の佐藤准教授は、宇宙空間で人間が滞在するための装置を展示しています。月での滞在するためのベースキャンプ、何年頃に使われるようなイメージなんですか。で世界的には2030年代の後半にはもう人が住み始めるだろうというビジョンで動いてますね。今年出展したのは778の企業や団体。新型コロナが流行した2020年以降はオンラインだけの参加もありましたが、今年は全てリアル参加です。ぜひちょっと近くに手を取っていただけると。あったかい。愛知県江南市の鳴川製作所は、神戸の企業と組んで製作した壁掛け式のガス暖炉を展示。今回が初参加で、とにかく多くの人に実物を見てほしいと話します。リアルの方がフェイス2フェイスでこう笑顔をね、作りながらお話もできますし、特にうちのようなこう体感していただきたいような製品に対してはやっぱりリアルがいいんじゃないかなと思います。やっぱりもうリアルじゃないと伝わらないものがありますので、はい、事前に登録すれば個人でも無料で入場できるメッセ名古屋、あさってまで開催されます。